こんにちは、ふゆこです。今回は私が年間300万貯金するためにやったことを5つ紹介します。私は独身の20代の一般会社員で、去年は収入の半分以上を貯蓄に回すことができて300万円も貯金できたんです。で、私がもともとそんなに貯金できるタイプだったかというと、全然そんなことはなくて、3年前くらいまでは年間100万も貯金できてなかったんですよ。そんな私がいろいろと試行錯誤していったところ、結果去年はね300万貯金できたということなので、なので今回は節約したいけどうまくいかないよって人とか、あと何から始めたらいいのかなっていうのがわからない節約初心者の方に向けて、私がやった中で特に効果的だと思った節約方法について5つ紹介したいと思います。で、まず結論なんですけど、こちらです。1つ目が引っ越し、家賃交渉で家賃を減らしたと。で、2つ目が格安 SIM に変えてスマホ代を減らした。で、3つ目が食品の節約ですね。基本的にこれは弁当を持参して、会社でも自分で作ったものを食べてました。で、ただその結構私ズボラで、残業もあるし平日って疲れるじゃないですか。なのでその平日は自炊してなかったです。その土日に作り置きして、それを冷凍とか冷蔵タッパーに入れてっていう風にして、作ったりとか、あとはもうズボラっていうか、もう自炊したくないっていう、めんどくさいっていう時は缶詰、結構サバ缶とか、なんかかば焼きとかの缶詰あるじゃないですか。そういうのって調理しなくていい上に、その美味しくて栄養もあるので、そういうものを使ってます。で、もう一つがお菓子はまとめ買いと、Amazon とかでまとめ買いしてます。で、もう一つ最後は衝動買いしないですね。ちょっとツッコミどころはあると思うんですけど、詳細に説明していこうと思います。まず一つ目の家賃についてなんですけども、結論から言うと私は20万円年間で節約することができたんですよ。で、引っ越しは引っ越し代っていうのが7万円くらいで、作業が丸1日くらいかかりますよね、普通。で、どういう引っ越しをしたのかっていうと、もともと新築のアパートの 1K で家賃6万円のところから、築27年くらいのところで 2DK 家賃が4万4千円のところに引っ越しました。なので1ヶ月1万6千円出費を減らせました。20万円の節約っていうことになりました。で、家賃交渉は管理会社の方とメールでこうやり取りをして、トータルで1時間くらいの作業量で月で1000円の節約になりました。で、かかった時間とか費用よりもこの家賃の削減っていうのは年間20万も節約することができたんで、コスパのいい節約だったと思ってます。で、これについてちょっと今聞いてる方たちは結構疑問というか反論というかあると思うんですよ。引っ越しとか家賃交渉とか手間がかかるし、なんか難しそう、めんどくさそうじゃんっていうのと、あと築27年って大丈夫、ボロいんじゃないみたいな、そういう懸念ってあると思うんですけど、ちょっとその辺についてもね、ちょっと詳細に説明していきますね。引っ越しとか家賃交渉とかめんどくさそう、大変そうっていう話なんですけど、実はこれお菓子を我慢するとか食費節約とかよく言うじゃないですか。で、そういうのより初心者向けだと思うんですよ。それなんでかっていうと、日々我慢する必要がないからなんですよ。例えば食費の節約で1日100円のお菓子を我慢しますとかってなると、毎日、お菓子じゃなくても何でもいいんですけど、毎日その我慢するっていうことがあるじゃないですか。で、精神的にちょっと大変だと思うんですよね。で、慣れちゃえば別にいいんですけど、慣れるまでがやっぱり結構精神力使うっていうか修行みたいな感じじゃないですか。毎日なんか疲れて家に帰ってろうっていう時に、その寄ったコンビニとかスーパーとかで お菓子が美味しそうに陳列されてて、その前に行って今日は買っちゃいけないみたいな、そういうなんか我慢を毎日何かしらしなきゃいけないって結構きつくないですか。で、そういう食費の節約とかそういう日常生活の節約って大変だと思うんですよね。で、これに対して引っ越しとか家賃交渉だったら、一回作業しちゃえばその後はもう半永久的にずっとお得なわけじゃないですか。で、私年間20万円節約できましたって言いましたけど、もうこれから先ずっと年間20万が
毎年お得なわけですから、これって結構すごいことですよね。その別に何も我慢とかしてないわけですから。世の中ではなんか節約っていうと食費っていうのがすごいよく出てくるんですけど、そんなに流行ってないのかもしれないですけど、家賃の節約ってすごいその楽な節約なんじゃないかなって思います。でもう一つの懸念点っていうのが、築27年ってボロいんじゃないのっていう話なんですけど、でこれは半分当たってて半分間違ってます。っていうのも、実際物件によってめっちゃ綺麗な物件とめっちゃ汚い物件あるんですよ、築27年でも。でそれなんでかっていうと、リフォームしてるかどうかなんですよ。でリフォームしてるかどうかって、あのスーモとかに情報が書いてあったり、まあ、書いてない場合もあるんですけど、まあ、そういう場合はその内見に行けばすぐ見ればわかるんで、あ綺麗だな、大丈夫だな、ここみたいな。で結構そのポイントとしては、その階段上がった時に結構キーキー音が鳴るような物件はちょっとやっぱり内装を見てもリフォームしてないというか厳しいなっていうところが多かったです。そもそも私がなんで築27年の物件に引っ越そうって思ったのかっていうと、でもちろん節約したいっていうね、もともとの考えはあったんですけど、築ね、まあ、20年以上とかちょっと怖いな、なんか壁薄いんじゃないのとか、ボロいんじゃないのって思ってたんですよね。でもよく考えたら、ちょっと私実家のこと思い出して、私の実家も築26年くらいなんですけど、すごい快適に暮らせてるんですよ。そっか、よく考えたら築26年ってうちの実家だなと思って、あじゃあそしたら意外といけんじゃねってことで挑戦してみようかなと思って、なんとなく内見に行ったんですよね。内見行くだけだったら別にタダじゃないですか。で行ってみたら、さっき言ったようにそのリフォームされている物件とされてない物件があって、結構差があったんですよ。そこでそのリフォームされてる方の綺麗な物件を選んで、その隣の部屋の声が聞こえるかどうかっていうのも、まあ、隣の部屋の方がちょうどその時いたので、その生活音が聞こえるかどうかとかちょっと試してみたんですけど、大丈夫だったんで、で入居したんですよ。結果今実際隣の家の音ほぼ聞こえないんですよ。こんなに聞こえ、本当に住んでるっていうくらい、あえ本当にみたいなくらい全然聞こえなくて静かで、まあ、住んでるんですけど、実際はお互い窓を開けてるとちょっと聞こえてくるんで、あいるんだなみたいなことはあるんですけど、ちゃんと窓閉めてね、そのなんだろう、生活してる分には全然聞こえないです。内見で何件か見てもらうっていうのが一番いいと思います。で人それぞれね、その家に求める条件って違うと思うんで当たり前なんですけど、やっぱりそういうところで結局は選ぶってことにはなるんですけど、ちょっとそのなんかイメージ先行で築20年以上の物件やばそうだから安いとこ住めないみたいになってる人がもしいらっしゃったら、ちょっとチャレンジしてもいいんじゃないかなって思います。2つ目の節約方法が格安 SIM に変えたっていうスマホ代の話ですね。スマホ代についてもさっきの家賃の話と一緒で、一回変えちゃえばずっと節約できる、ずっと楽できるっていうものなんで、我慢が必要ないっていう節約方法です。で、私のおすすめは楽天モバイルなんですけど、今ね、その三大キャリアから新しい安いプランが出てるじゃないですか。そっちでもいいと思います。その辺はね、その楽天とか UQ モバイルとか Y モバイルとか、ドコモ、au、ソフトバンク、いろいろあると思うんですけど、まあそういった中でいろいろその、細かい条件が違うじゃないですか。その人の好みで選べばいいと思うんですけど、じゃあなんで私はそういった中で楽天モバイルなのかっていうことを説明したいと思います。まあ楽天モバイルにして私がいくら節約できたかっていうと、年間で8万4000円です。で、個人的に楽天モバイルのめちゃくちゃいいところは、YouTube を低速回線で見れるところです。低速回線でっていうのがポイントで、で、楽天モバイルは低速回線でも1Mbps 出るんですよ。で、他のキャリアは1メガ未満のところが結構あるんですけど、私よく通勤中に YouTube を流しながら車を運転してるんですけど、なのでそれでね、結構その YouTube 使うので、YouTube が低速回線でも使えるっていうのはね、かなり私にとってメリットでした。あと楽天モバイルのメリットとしてもう一つが、その1年間無料ってなることですね。で、ただここでやっぱりその楽天モバイルって品質どうなのっていう話があると思うんですよ。やっぱり人によっては気になるみたいですね、その品質の違いっていうのは。で、私は楽天回線じゃない地域に住んでるんですけど、正直全然気にならなくて、楽天回線の地域じゃない場所、対象外の地域の話にはなるんですけど、朝の8時9時、まあ通勤の時間帯ですよね、とお昼の12時から1時だったっけなの時間帯は低速回線がめちゃくちゃ遅くなるらしいです。YouTube 見れなくなっちゃう。なので高速回線で見た方がいいっていうことみたいです。
で私正直その気になってなくて、お昼に YouTube ってそんなに見ないっていうのと、朝の通勤の時間帯もなんか私は YouTube 再生できてるので、まあ問題ないなっていうところで、今タダだしめちゃくちゃいいじゃんってことで楽天を使うということで決めました。でちょっと私がね簡単に表を作成したんで、これこちらをご覧ください。で詳細はやっぱりキャリアのサイトに行ってほしいんですけど、まあ、こんな感じになってますんで、よければご参考までに。でちょっとこれは最近アップデートされた楽天アンリミットのアップデートプランっていうのが出たんですけど、それはちょっとこの表に盛り込んでないです。もうアップデートプランっていうのはこちらですね。まあ、ちょっとこれも楽天のサイトを見てもらうと、まあ、詳細はいいと思うんですけど、その使ったギガの量に合わせてその値段が設定できると。でちょっと一つここで思うことがあると思うんですけど、で大手キャリアってやっぱ安心だからふうに言う人がいると思うんですけど、まあ、別にいいと思うんですけど、で個人的には大手だからといって安心もできないかなと思っていて、2018年の12月6日にソフトバンクで携帯電話、まあ、スマホが全部つながらなくなるっていうことがあったと思うんですよ。覚えてる方いらっしゃいますかね。で午後1時半過ぎから6時頃まで約4時間半の通信障害ってことで、まあ、結構大変なことになってたなっていうことが記憶にあったんですけど、やっぱり大手キャリアでもそういうことってあるので、まあなんか大手キャリアイコール安心っていうのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思います。だからといって楽天モバイル最高っていうとそうでもなくて、やっぱり一長一短なんじゃないかなって思います。カスタマーサービスの電話対応が遅いみたいな話も聞きますし、でまあ私はそういうまあ一長一短なところを考えても年間8万円以上節約できるってことを考えて、今後もね楽天モバイルを使用し続けたいと考えています。でちょっとすいません、いろいろ話が長くなっちゃったと思うんですけど、結局そのどの会社を使うのかは好みによると思うんですよ。ただ注意してほしいのは、なんとなく3大キャリアかなって思う人は一回自分の1ヶ月あたりのスマホの使用量、通信量を確認してみて、でそれに見合ったそのプランに変えていこうっていう、まあスマホのプランの見直しをしましょうっていうことですね。で3つ目が食費の節約です。で基本的に私の毎日の会社でのお昼ご飯っていうのは自分で作ったお弁当です。お弁当やっぱりお弁当に変えるだけでかなり食費って削れるんですよ。で実際去年の前半はですね全て自炊でやってました。でただ仕事で残業とかってね疲れちゃうんで、平日よりはしてなくて、土日に作り置きをして保存しておいて朝詰めるだけみたいな、そういう感じでした。でただですね、最近ちょっと残業が増えてきたりとか、そもそも自炊めんどくさいなって思い始めてしまって、でそこでちょっと結構いいなって思ったのが、缶詰と冷凍野菜を使うっていう、まあズボラな感じの節約の食費の減らし方です。で今実際サバ缶とかイワシのかば焼きとか、あとは冷凍カット野菜とか、もうなんか切れてるそのなんかサラダ皿に移すだけみたいな、そういうもので、タンパク質と食物繊維を確保みたいな。で炭水化物はもちろんお米とかパンとかね買えばいいん で、あと納豆とか豆腐とか大豆を使ったものっていうのは調理の必要がないし安くて体にいいのですごいおすすめです。で自炊するかどうかは自分に合うものを選べばいいと思うんですよ。私は自炊してた時は、月で8000円くらいの食費でした。でただ最近のその缶詰プラス冷凍野菜の節約だと月1万円前後ですね。ちょっと月によってばらつきあるんですけど、そのくらいの食費になってます。なのでまとめると、まあそこそこ時間はあるし究極まで節約してみたいって人はもう自炊でまとめ買いして作り置きする、まとめ買いっていうのがポイントですね。結構大量に買うとグラム単価安くなったりするんで、お肉とか忙しいけど節約したいっていう人は缶詰を買いましょう。でこれ業務スーパーが安いんで、野菜も冷凍野菜もね業務スーパー安いんで、業務スーパーおすすめです。で次の節約方法4つ目、お菓子はアマゾンなどでまとめ買いするっていうことです。でお菓子っていうかその間食の食べ物なんですけど、そういったものはアマゾンとか楽天とか、まあまとめ買いできるところでまとめ買いしています。でまとめ買いする理由なんですけど、業務用のものとかをまとめ買いする方がグラム単価が安いっていうのと、毎回買う時間っていうのを短縮できるっていう理由です。でこれお菓子を全く食べないっていうのも試してみたんですけど、どうも私には向かなくて無理だったんですよ。で本当にこれ昔からなんですけど、
仕事してて午後4時くらいになるともうめちゃくちゃお腹減ってきて仕事になんなくなってくるんですよ。でその後全然ね残業とかあって8時くらいまで仕事っていうこともまああるんで、なんかね疲れるじゃないですか、そんな時に我慢してたら。なので私はもうお腹空いたらお菓子食べちゃいます。で最近はミックスナッツをまとめ買いして買ってます。で一応概要欄にリンク貼っといたんで、まあ、ナッツちょっと気になってるなって思ってる方は結構安いんで試してみてください。一袋あたり50円、まあ、40円から50円くらい、ちょっと楽天とアマゾンで値段が違ったりねするんですけど、でこれ塩ついてないんで塩分気にしてる方にもおすすめです。私血圧高いんで塩分控えめにしてます。5つ目、衝動買いしないです。でこれよく言われてるしもう聞き飽きたよっていう思う方もねいると思うんですけど、でもそういう基本的ななんて言うんですか、当たり前のことをめちゃくちゃなんかこう実直にやっていったら300万貯金できたなっていうのがあるんで、ちょっと基本をね別なんか抑えていこうみたいな感じで5つ目に入れてみました。でやってることとしては、何かこう魅力的な商品が目の前にあったとするじゃないですか、まあネットでもいいですけど、でそしたらなんか大体衝動買いしちゃう時って買いたいと絶対これ必要じゃんって思って買っちゃうみたいな、そういうことが結構あったんですよね私は。でそう思ったとしても一旦待つと、で一晩待つです。できれば時間を空けてからもう一度本当に必要かなっていうふうに考えるっていうことをしてます。で昔はなんで衝動買いしてしまったのかというと、で買うつもりがなくても、まあ、ネットの広告であったりとか、まあ、店頭で店員さんになんか言われるとか、なんかチラシ見るとか、なんか今なら 30% オフとかポイントがつくかもとか、今買わないとなくなるかもみたいなことを店員さんに言われるとかね、その文章として書いてあったりするわけじゃないですか。でそういうのを見ていくうちに、あれこれ今買わないとみたいな気持ちになってきちゃうんですよね。それでなんかもう、あこれ絶対必要じゃんって気持ちになってきて買っちゃうみたいな、そういうことが多かったです。でも実際例えば服だったらそうやって買ったのに、家帰っていざ着てみると、あれなんかいまいちだなみたいな、でしばらく経つと気づいたら全然着てないみたいなことが結構あったんですよ私の場合。でちょっとそのマーケティングの勉強っていうのをちょっとだけした時に分かったんですけど、なんか商品をこう目の前にした時に書いてある売り文句とか、なんか文字の感じとか色の感じとかパッケージとか全てのところっていうのが、大企業のプロのマーケティング部の人が考えた商品を最大限に魅力的に見せるためのノウハウが詰まったものなんですよ。だから私実は自分の意思で買ってるように思ってて、実は買わされてる状態だったなって気づいたんです。ただね、その使いたい分だけ使いたいんだっていう人の、まあ、気持ちを否定するつもりは全然なくて、やっぱり人によってその好きなものとか買いたいものってそれぞれ違うと思うんですよね。で結局はそれをよく見極めて買う、なんか自分は本当はそんなにそれが好きじゃないのに好きな気持ちにさせられてるのか、それとも本当に好きなのかっていうのをちゃんと見分けましょうねってことを言いたいです。なので私は衝動買いしないと、一晩置いてから考えるっていうことをしてます。では今回のまとめです。引っ越し、家賃交渉で家賃を減らした、格安シムに変えてスマホ代を減らした、食品の節約は弁当持参、自炊の場合は作り置きでタッパに入れて冷凍しといたりすると、自炊面倒な人は缶詰や冷凍野菜を使う、であとお菓子はまとめ買い、5つ目が衝動買いしない、以上の5つです。もし節約仲間の方がいらっしゃいましたら、私はこんな節約してるよってことでコメントいただきたいですし、この部分の詳細知りたいよっていうことがあればそのコメントもお願いします。で私は結構節約がもう趣味というか好きになってきてるので、いろんな節約方法を教えていただけると嬉しいです。これからも皆さんの役に立つ節約や貯金の情報を発信していきたいと思っていますので、一緒に貯金頑張りたいなって思ってくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、1秒で済むのでぜひグッドボタンお願いします。私のやる気が出るのでめちゃくちゃ嬉しいのでよろしくお願いします。今日は見てくれてありがとうございました。バイバーイ。